巫女殿の衣装、とてもお似合いですよ。本当に嬉しいことを言ってくださいますね。私もこうしてあなたの隣を歩いていると心が満たされます。明日信長公が収穫祭の視察にいらっしゃるので、その下見です。先に町の構造や治安の悪い場所を把握しておく必要がありますので。鎌足殿のおかげで当初の目的は達成できました。ですのでこの後は王子殿の言う通り合い引きをしましょうか。それとも巫女殿は私との合い引きはお嫌でしょうか。あなたらしい大変素直な返事ですね。気になることがあるなら、どうぞ私にお話しください。
細かい下見なら合い引きをしながらでも十分です。巫女殿と共に町を見ることが私も楽しみですので、お付き合いいただけますか。本当に巫女殿は可愛らしい方ですね。この程度のことでそのように無邪気な笑みを浮かべるなんて、またそのようなことを。あなたは私を喜ばせるのがとてもお上手ですね。巫女殿、あの体験所なるものが気になるのでしたら行ってみましょうか。あなたの目は口ほどにものを言いますから、気になると顔にありありと現れていますよ。そうですね、あなたの望みならばそのように。お褒めの言葉ありがとうございます。巫女殿、あんの甘さはこのくらいでいいと思うのですが、どうでしょう。お味の方はいかがですか。先ほどのように力を合わせて何かをするというのはとても新鮮で楽しかったです。こんな風に感じるのも相手が巫女殿だからだと思います。おや、あなたのお知り合いですか。
気になさらないでください。むしろあなたという存在の偉大さを再認識しました。あなたは太陽のように人々を温かく照らし笑顔にする。太陽の巫女という名の通り、皆の希望の光ですね。おかげさまで下見も十分です。これなら万全の状態で信長公を案内できます。巫女殿ならばきっとそうするだろうと思いました。私も共に参ります。占いもなかなか侮れませんね。巫女殿と私の間に切っても切れない縁があると嬉しいですね。巫女殿、申し訳ありませんが、ここから先は席を外していただけませんか。ええ、占いが終わったらすぐにあなたのもとへ参りますので。